皆さんこんにちは。即習知的財産法、今回は特許法ですね。早速やってまいりましょう。知的財産法というのはたくさんありまして、まあ、右図のようにですね、一つの製品、一つのビジネスを行うにあたってもいろんな知的財産権というものが頂上的に重なってきます。まあ、なので一つ二つではなくてね、全体的に知的財産法というものを知っておくと便利じゃないかなということで、まあ、一つ一つこの講義をしているわけです。で、今回はその中でも親玉といいますか、キングみたいなもんですね、特許法というものを解説していければと思います。で、それからこの、左下ね、点線で囲ってある営業秘密ですけど、これは不正競争防止法っていう法律によって守られているんですが、特許法による特許権と不正競争防止法による営業秘密、この2つは、まあ、表と裏というか、太陽と月みたいな関係で、あります。まあ、どういうことかというと、あるアイデアをですね、公表する代わりに、守ってもらうというのは特許法ですね。それに対して公表せずに、社内でしっかりと守ると、シークレットにしておくということで守っていくというのが営業秘密、まあ、オープンとクローズということで、まあ、その使い分けが知財戦略ですので、この2つはまあセットで理解しておくといいということで、これも最後ちょろっとですけれども補足的に今回ご説明しようと思います。それではですね、まず自己紹介をちょっとさせてください。弁護士の井上拓と申します。まもなく弁理士にもなります。工学部の出でして、サイエンスですね、サイエンスあたりですね、コンピュータープログラムとかをやってました。まあ、そういう関係でですね、テクノロジーが結構好きだということで、弁護士になってから知財を割と主にやっております。実務ではですね、クリックホイールの特許権の保有者の方を代理してアップルジャパンと訴訟とかね、そういうゴリゴリしたものもいくつかやりました。というわけで、まあ、知的財産全体の中でも特許法はそこそこ馴染みがあるということで、まあ、今回頑張って、ご説明していければと思います。ではですね、行きましょう。目次ですね。今回ねちょっと難しいんですけれども、まあ、できるだけね簡単にやりたいと思います。まず目的をさーっと説明します。それからですね、特許の要件ですね、どんな発明が、まあ、特許を受けれるのかっていうお話、それから特許権の中身ですね、特許権って言うけれども一体何を禁止することができるんですかっていう中身の話ですね。それから特許権の主体、誰が特許権者なんですかっていう話ですね。それから5番に行きますと、特許取得までの流れ、これは手続きですね、どういうふうに出願してうんたらかんたらという話ですね。それから具体例の紹介というのは、ロバート秋山さんがですね、体モノマネの特許を取っているので、まあ、それの明細書を少し読んでみてですね、まあ、イメージをつかもうという話です。で、特許権の利用はどんなふうに使うのかと、あと特許侵害に対する救済と制裁というのは、まあ、特許権侵害をしてるっていう通知を受け取ったり、あるいはされてるような気がするときに、まあ、どういう民事上の請求権が発生するのか、あるいは刑事罰はどんなものがあるのかっていうのを知っておこうっていうお話ですね。で、最後が先ほどご説明した営業秘密をちょろっと説明しようっていうお話です。ではまずですね、特許制度の目的、ここからいきたいと思います。特許制度の目的っていうのは、特許法の1条に書いてあって、まあ、この通りですね、この法律は発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発展に寄与することを目的とすると、まあ、短いんですけど、図解するとこんな感じです。まず、この公表が非常に重要ですね。先ほどオープンとクローズの話をしましたけれども、特許っていうのはアイデアや発明を公表する、世の中の人に知ってもらうと、その見返りとして、まあ、一定の期間プロテクトされるっていう制度なんですね。なのでこの公表というのがキーになります。で、どういうことかというと、まず誰かが発明するんですね。で、ピカーって光って発明したと、で、発明したのでこれ特許くださいって言って出願するんですね。そうすると特許庁は、まあ、1.5 年後なんですけど、こんなん来ましたって言ってみんなに見せるんですね。出願しましたよって言って、で、そうするとまず下からいきましょうかね。この発明を利用することができると、世の中の人がってことですね。こういう発明がなされましたよっていうのは出願されて公表されることによって、それを見た人がナイスアイデアですねと、素晴らしいとインスパイアされて、まあ、似てる別のアイデアを思いついたり、あるいはその、まあ、改良をしてですね、さらなるその上乗せ的な発明をしたりということが可能になります。公表されることによってそれがその他の発明を刺激するということですね。で、さらに、特許権ということで守られますので、きちんと公表する代わりにこの発明した人自身の発明を保護するということも当然なされていて、まあ、どういうことかというと、この発明ですね、発明と同じことを第三者が実施するとそれは権利侵害だぞって言って、まあ、差し止めたり損害賠償ができるっていう権利を特許権として与えます。なのでこのアイデアが保護されるわけですね。で、そんな困難をすることによってこの制度上ですね、発明を奨励するということになります。他の人に真似られないということは、いいねと、ちゃんと守ってくれるんだったら発明をしようと発明家は思うし、あるいはその発明が公表されることによってそれを見た人は、あ、いいねと、俺も発明しようって思うわけですね。ということで、こういろんな人が発明を奨励されていろんなナイスな発明をすると
そうすると社会に発明がいっぱい出てきて最終的に産業が発展していくねっていうことが、まあ、特許法が目指す、まあ、目論見というか世界観です。でそのために、まあ、きちんと公表しようねっていうことになるわけですね。これが特許制度の目的となります。